上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日はエースが登板です。エースとして求められるピッチングというのはどんなものなんですか？相手打線をとにかくもう牛耳るということで、相手のピッチャーよりも先にマウンドを降りないことですかね。ではそのあたり注目していきましょう。バッターは3番の中谷。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。これが1球目。初球空振りです。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。タイガースチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは4番大山。連打でチャンスを広げた場面となっています。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。初球打ち伸びていく。どうだ、入れば先制。入りました、ホームラン。先制のスリーランホームランです。タイガース白球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。タイガースが先制しました。3対0。ここ一番の集中力が光ります。試合を制したのは阪神タイガースです。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたから、チームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物のございませんよう、お席付近をもう一度お確かめの上